昨日は臨大の後に EN4 期生の発表。あーちょっと待って、そこら辺の流れ全然俺知らねえんだ。昨日はねゲーム実況っていうものをしてたから全然知らねえんだけど、ちょっと何、任天堂ダイレクト、トモコレがトレンドに入ってたってことは、トモコレがついに出るのか。ジャスティス、 EN4 期生ジャスティスですね。きっとアドベントが脱走したので、アドベントをとっ捕まえるために生まれたのが4期生でしょうね、きっと。あれ4期だったんか、いやわかんない、なんかでもみんな4期って言ってる、家のあっちって。 EN4 期生はホロライブジャスティス、え絶対そうだよ、アドベントを逮捕するんだよ。アドベントの悪人扱い。いやなんかさ、だってアドベントってさ、脱走してるじゃん、脱走やばいって、絶対ジャスティスに捕まっちゃうって。いいな、ジャスティスかっこいい。ポルカもホロライブジャスティスとしてデビューしたかった。嘘です、別にいいや、ネポラボで満足してます。 EN は何々期ってよりか、そう何々期って言ってるのは俺らだけだから、結局アドベントだし、3期とか4期とか言ってるけど、結局ミスでありプロミスでありアドベントでありジャスティスであるから、結局俺らが言ってるだけ問題。何期生って言ってるのは俺たちだけっていう、わはは。 EN4 期とまでは掲示されてない。あそうなんだ、アドベントの追跡者出すの遅くない、いろいろあったんだよ。アイリスみたいな例もある。まあアイリスも今やプロミスだから大丈夫、ホープとカンシルはもう一緒になったから。アイリスって JP じゃなかったの、大変。アイリスももしかしたら JP じゃないかもしれない。アドベントは逃げてきたところを野豪がスカウトした。ジャスティスに声かける野豪どうなっとんねん。確かにアドベントが逃げてきたところを野豪が取り押さえたとしたら、ジャスティスも最初からもう生まれていたという。じゃあジャスティスが先かアドベントが先かみたいな、めっちゃおもろいやん。みこちって JP なの。あみこちはね わかんない、みこちは JP わかんないや、ちょっとごめん、みこちに聞かないとわかんないかもしれない。でもどうなんだろう、みこちって EN?かな。みこち結構日本語うまいけど、じゃあ EN ホロライブエリートか。あホロライブエリートは桜みこプロジェクトね。はい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 、まあホープってことよ、要はアイリスと同じでホロライブ EL 有機 EL みたいな感じだな、それ。あニャハローワールドで NW ってこと。いやーちょっと違うかなって、だって EN とも違うやん。 EN だったらさイングリッシュペラペラなんでしょ、みこち。みこちもお風呂のサイコさんのはずなのに、この扱いってなんかいいよね。なんかいいならいいかもしれないけどさ、ホロライブベイビーズ。そしたら、だってベイビーズになったらちょっといろんな人がまた移籍しちゃうからさ。なんだろうね、みこちの英語はペロペロ。ペロペロ。ホロライブホペ。ホペやないね。ホープなんやね。ホープも終わったんねん、もう。終わったというか、ホープはもうカンシルと合体してプロミスになったわけ。すごくいいよねあれ。確かにフブちゃんもゲマズ兼任していつも分身の術使ってるよね。今日は1期生、今日はゲマズみたいになってる。ちょっと面白い。